さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、チャイコフスキー交響曲第3話、早くも今日で第3楽章最後の解説動画となりました。2回目の今日は104小節目から残り全部を解説していきます。まず104小節目、5小節間の2分音符の出入りなんですけれども、ポジションは開放でもアーセンで押さえて取っていただいても構いません。でボーイングはダウンから入ってこの5小節間を弓順で弾き、109小節目でダウンで弾き直しを行っていただきたいと思います。ここまでを弓順で弾いた後、112小節目をアップで弾き直しを行って、ここからストレートに弓順で弾いていただきたいと思います。で115小節目からポジションを説明していきます。で最初の R なんですけれども、ここは D 線を使って第4ポジションで1で取っていただきたいと思います。こちらの R で取ることによって、オクターブ上がった R がスムーズに取ることができます。でその R なんですけれども、第7ポジションを使って3で取っていただきたいと思います。下の R から弾きますと、こちらで取っていただきたいと思います。で次の D はポジションを変えずに第7ポジションのままで1で取ります。でティス A を第5第6の中間ポジションで4-1で、あとはまた4-1-4-1の繰り返しで取っていただきたいと思います。で次の弦は開放を使っていただいて構いません。下の A を第1ポジションで1で取っていますので、ここから一気に跳躍して第4ポジションで上の A を4で取った後は、最後の2本の R はポジションは変えずに D 線で1で取るようにしてください。もう一度115小節目1拍前から今の場所まで通して演奏します。D 線で取っていますので、同じく D 線で取っていただきたいと思います。第2第3の中間ポジションで D ス G を4-2と取り、次のピス A のスラーは第1ポジションを使って4-1と取っていただきたいと思います。で125小節目から2小節間は2つのパターンを説明します。まず1つは移弦して取るんですけれども、第1ポジションでまとめて取る方法。126小節目のゲーフィスのスラーを移弦して取る形になります。でこれが好きになれないというのであれば、2つ目のパターンとして初めから D 線1本で取る方法もあります。第4ポジションを使ってアイスハーを4-2と取ります。で次のアーも第4ポジションのままで1で取った後、でゲーフィスを2-1または4-2でも構いません。で最後の A を第1ポジションで1、このように取っていただいても構いません。このパターンで弾きますと、このように取っていただいても構いません。127小節目から2小節間のボーイングなんですけれども、ここは2つのパターンを説明します。まず1つは127小節目のディス A をダウンダウンと弾き直しを行います。ここからストレートに弓順で弾く。で2つ目は最初ダウンアップと弾いた後、128小節目でこのようにダウンアップアップとゲート A でアップアップと弾き直しを行っていただいても構いません。このどちらかを選択していただきたいと思います。で129小節目からはもうストレートにダウンからの弓順で弾くようにしてください。初めてここでフォーティッシモが出てきますので、たっぷりめに鳴らしていただきたいと思います。132小節目から3小節間のポジションですが、ゲを開放で移弦して取っていただいても構いませんし、初めから D 線1本で
ポジションでまとめて取っていただいても構いません。135小節目からのボーイングは最初ダウンで入った後弓順で弾きます。ここまでよろしいでしょうか。でその後の4小節間にわたるタイの伸ばしなんですけれども、当然一ミリは弾けませんので2小節単位で改良していただきたいと思います。最初はピアノになりますので、この2小節間をダウンで入った後メゾンフォルテになったところの2小節間で2小節単位で1回分返します。でその後の4小節間の単位の伸ばしも2小節単位で1回分。最後145小節目からの D の単位の伸ばしは後半でディミネンドがありますので、ここはダウン1ミリで弾いていただきたいと思います。その後休みとピッチカートを挟みまして、アルコになります163小節目と165小節目のポジション、ここは移弦して取る場合と D 線1本で取る場合の2つのパターンを説明します。まず移弦する場合なんですけれども、 D は解雇で取って第1ポジションでまとめて取っていただいても構いませんし、D 線1本で移弦がどうしても苦手という方はこちらを選択していただきたいと思います。165小節目も同様に、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。で171小節目から3小節間は前回の9小節目から3小節間のピッチカートの再現になりますので、ポジションは同じ形で取っていただきたいと思います。で終わり3小節前のアルコもピアニッシモになりますので、ボーイングは当然ダウン1指で弾くようにしてください。はい、第3楽章は最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。今日説明した部分で高い音域を要求されるのが115小節目からの箇所になります。普段の練習で第7ポジションやこの3の薬指をあまり使わないという方は、譜面を練習する前にこの R の音をしっかりと流してポジションの形をしっかりと作るという練習から始めていただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。